さあ今流れていますこの校歌、岡山県出身の岸田聡さんが作曲してらっしゃるんですね。はい、研究発表は三津地域の持続可能性維持を目指した取り組み、ご指導は杉原大輔先生です。準備はよろしいですか？はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は浅井塾留学生と日本人寮生が一緒になって取り組んできたミス神奈川地域の伝統の継承と進化を目指した挑戦に関して浅井塾 DP 生が発表したいと思います。よろしくお願いします。学校からほど近い三津神奈川の町並みは以前とどのように変わったのだろう。持続可能性を維持する取り組みには何があるだろう。2年前そんな疑問を抱きながら三津神奈川地域を地図を片手に私たちはフィールドワークしました。そこで私たちが見たのは商店などが潰れし衰退した町並みでした。学校に戻って高齢化率を計算したところ実際 36.4% に達しており、超高齢化率への変貌ぶりを確認しました。しかし当時の調査で気づいたことは悪いことばかりではありませんでした。街並みが変わる中、災害にも耐えられる多様性を維持する仕組みが三津地域にあることに私たちは気づきました。三津の獅子舞が地域の人と人とをつないでいるということが分かりました。この獅子舞を通じて町の人々はどの家にどんな人が住んでいるのかを把握し、いざという時に助け合えるコミュニティ作りを行っていたのです。こうした調査結果をもとに、三津神奈川の衰退は国道53号線のバイパス化が原因だったと仮定し、2019年、中学3年生だった私たちはこのフォーラムで発表しました。ただ、振り返ってみると結論を出し切るには調査不足でした。調査不足だった点についてお話しします。2枚の地図をご覧ください。左側、以前の地図を見ると国道53号線が街中を通っています。ですが右側、最近の地図を見ると街の外れに移設されていることがわかります。この国道のバイパス化が神奈川衰退の要因なのかが検証不十分だったので、今年改めてフィールドワークに出かけました。7月27日に計測したのは1点。昔国道53号線が通っていた神奈川駅前の1地点と、今国道53号線が通っている2地点です。2つの場所を通る自動車の交通量や人の通行量をカウンターと目視で15分おきに計測しました。計測した結果、新しい国道53号線を通る車の交通量は神奈川の街中の交通量の約3倍もありました。そこで国道53号線のバイパス化により三津神奈川が素通り地点になり、これが大きな衰退要因になったと結論付けました。三津神奈川が素通り地点から脱皮するには、神奈川に興味を持ってもらいたいな、私たちらしい地域貢献のあり方って何だろう、三津の伝統を継承した上で町も自分たちも進化できるような取り組みって考えられないかな、私たちは改めて考えました。
専門家の方々にもご意見を伺いながら、スクールバスを活用したコミュニティバス、愛を届ける子を地域提案したこともありましたが、感染防止の観点から実現できませんでした。そこで私たちは原点に立ち返り、350年の歴史を持つ三つの獅子舞に再び着目しました。こちら山陽新聞の記事をご覧ください。岡山市に合併される前の2000年当時は、東京からも団体を招いていた獅子舞フェスタ。現在は縮小傾向にありますが、未だ3000人規模の集客力があります。このフェスタの運営に私たち朝井塾ボランティアチームは過去5年間携わってきました。コロナ禍で以前のように全国から団体を招くことはできませんが、地域の目玉となる新たな挑戦ができないか、私たちは動き始めました。新しいアクションを起こしたきっかけは、去年感染拡大の最中、11月の獅子舞フェスタに向けて練習していた時のことです。地域の方から、基本だけ覚えたらあとは自分たちの獅子舞にしたらええ、楽しくやるのが一番と言われました。その時、自分たちらしさってなんだろう、こんな時期だからこそ表現できることってなんだろう、ある中国からの留学生が自分たちのアイデンティティの違いに着目し考え始めました。先ほどお見せしたように、中国にも獅子舞があります。中国の獅子舞は日本と同様に序礼と幸福の象徴で、神事で唐の玄宗時代からっていう説もありました。一方、三津町市によると、三津で最も伝統のある七曲り神社の獅子舞は、備前藩の家老、比企氏の陣屋町のシンボルとして、1669年以降、現在まで350年以上にわたって続けられています。日本の獅子舞も、中国の獅子舞も、農作業の安全を祈り、農作業の節目ごとに獅子舞を奉納してきたというのが共通点です。この共通点に気づいた私たちは、地域の方々から伝統的な獅子舞を教わり、継承しつつ中国の獅子舞を組み合わせた新たな朝日塾養成演舞を考え、コロナで一旦ストップしたこともありましたが、昼も夜も練習しました。演舞は日本と中国の獅子の喧嘩から始まり、徐々に仲直りしていきます。価値観や文化の誓いを時に花火のようにぶつけ合いながら融和してきた私たち朝日塾生が、コロナの感染拡大やそれに伴う偏見から生じる争いを乗り越えていこうと、体育祭や獅子舞フェスタで思いっきり表現しました。そしてこうした地域おこしの活動について、ラジオなどでも宣伝しました。さらには近隣校に呼びかけて YouTube ミスチャンネルを作り、さまざまな取り組みを発信していこうとしています。これがミス地域の持続可能性維持を目指した伝統と進化の取り組みです。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。朝日塾中等教育学校の皆さんでした。